皆さんこんにちは。岡山の模型館のツイッター中野さんですが、今どこにいるかというと、千葉県はいすみ市に来ております。岡山なのになんで千葉にいるんでしょうね。はい、というわけで何しに来たかというと、はい、こちらですね、千葉県いすみ市にあるポッポの丘さんへやってきました。ちなみに今日はデネブさんはいらっしゃいません。私一人でレポートさせていただきます。はい、ちょっとねお天気があまり良くないんですけども、雨は降ってないのでまあよしとしますか。それにしてもいい天気ですね。なんか岡山の美作市と同じような雰囲気を感じます。じゃあ中に入っていきましょう。はい、というわけで、中に入ってまいりました。初めて来たんですけど、すごいですね。見覚えのある車両から、多分中の人も乗ったことある103系とかね、一番この右の電車とかはあったりするんですけど、見たことない、初めて見るような、それこそ博物館で見るようなこんな荷物電車とかが、ね、目の前で見えるんですよ。でここですね、ポッポの丘さんという形で、もともとは卵の鶏卵牧場さんですよね。でそこで卵の販売もしているんですけども、まあこちらは基本車で、ごめんなさい、徒歩で来られた方は入場は0円なんですよね。はい、こういう形で、入場料はただで、駐車場、車で来られた方は普通車だと1000円の駐車場支払う形ですね。であくまで入場0円の公園という形なので、自己責任という形で見てくださいという形になってます。で中ですね、こんな形でいろんな車両が保管してあるよって案内図と、あとこういう形でキャラクターもいらっしゃるんですね。知りませんでした。可愛らしいキャラクターがいます。ぜひ皆さんも見に来てください。ちょっとね、一個一個紹介してると多分すごい時間かかって、ビデオ1時間ぐらい撮っちゃうかなと思うんですけど、ぜひね来てほしいんで、まあ、ざっくり見ながら説明して、ぜひね、細かく見たい方はぜひ千葉のいすみ市まで来ていただいて、千葉県のいすみ市といえばね、いすみ鉄道さん、ちょっと前にキハ28が、引退してしまいましたけど、まだキハ52という国鉄型機動車も走ってますし、まあ、そういうのを見たりとか、キハ40が最近入った小湊さんとか、そういうのを見に来れるかなと思うので、ぜひ遊びに来てほしいですね。じゃあちょっと一個ずつゆっくり中の人を見ながら、皆さんにも少しずつご紹介できればと思います。てっきりね、チェンジだけかと思ったんですけど、いや、エンジンかかってるんですよ。入れ替え機ですけど、目の前で見る威力がすごい。で、ちょっとね、時間とかは不定期らしいんですけど、これ、走らして後ろの用っていう、これ、知らない方にとって、車掌車といって、まあ、昔の貨物列車とか、車掌さんが乗務したんですけども、それに乗って、乗車体験もできるそうなんですよ。いや、これすごいですね。時間とかはね、決まってないらしいんですけど、とりあえず機関車とか調子が良ければ不定休で走らせてもらえるそうです。とりあえずまだね、動かないそうなんで、中に入って、ちょっと車掌車なんでなかなかね、入る機会ないと思うんで、ちゃんと中に入る許可をいただきましたので入ってみようかと思います。はい、というわけでデッキに上がってきました。眺めはこんな感じですね。この線路の上にもたくさん車両が並んでいます。では実際車内に入っていきましょう。という形で、はい、この洋8000型ですね、ダルマストーブがつくようになったのと、あとこのお手洗いがつくようになったんですよね。これによってだいぶ乗務がしやすくなったと、国鉄時代車掌されていた方の本を読んで確か見た覚えがあります。座席はこんな感じと、あとこちらが執務室ね。昔乗務中もね、タバコ吸えたんですよ、これね。いや、すごいな。あと扇風機ももちろんありますし、非常ブレーキとか、ね、車掌車に必要な設備が整ってますよね。そして前に出てくる、ここはデッキですね。意外と思ったより大きいんですよね。目の前にこういう形で機関車がエンジンかかってますよね。いや、これすごいわ。テンションが上がりますね。で実際とここの目の前にコンテナの貨物列車とか機関車とかがつないで、貨物列車として当時は運行されていたわけですね。機関車書いてますね。
海道車搭載 GDS50A。 なるほど。
な許可を得ましてですね、なんとこの入れ替え機関車の中の運転席に入らせてもらいました。いや、すごいなこれは。あのエンジンの響きが直に伝わってきます。運転席から見るとこんな感じですね。いやすごい。で、普段は入れないかもしれないですけど、ちょっと今回は社長様に特別な許可を得て入れさせてもらいました。いやすごいな。すごいしか出てこない。でもレバーが多いですね。入れ替え機関車というのもやっぱり普通の機関車と変わらない感じですね。いやすごい、かっこいいです。はい、こちらはですね、もう一つの車掌車側ですね。要5000型というのが3つ連なってます。ちょっとこれの中に入っていきたいと思います。横はですね、もともと丸の内線ですよね、の車両が置かれてるんですけど、本当にもう目移りしちゃいます。はい、じゃあちょっと先ほどの要8000型との違いですね。ストーブはあるんですけども、そうです、お手洗いがないっていうのが特徴ですね、こっちの方は。はい、あ、先ほどよりでも車両がちょっと長くなってるので、まあ、中が少し居住空間が広いっていうのが特徴ですよね。このだるまストーブいいですよね。今じゃ営業列車で見れるって言った冬の今の時期の津軽鉄道さんですかね。そこではあの客車、貨車の客車でしたっけ、機動車の車両の中にだるまストーブが置いてあったりとか、あとあれですかね、 SL スズラン号の車内にも確かスルメを焼くこういったストーブが車内にあったかなと思います。こちらの方が車内は広いので居住空間がすごく先ほどのトイレ付きの車掌車よりもよく感じますよね。ちょっと執務室の椅子も豪華に見えます。はい、というわけでこちらが隣の車両と全部で3つ連なって、なかなかね普通の営業じゃ見られないようなつながりなんですけど、面白いですよね。いや、また続々とお客さんが来るから、ちょっとね朝早い時間に来たんですけど、ぼちぼち遠方からのお客さんも含めて来られる時間になってくるんじゃないのかなと思います。こちらの丸の内の車両なんですけども、なんと100円で汽笛を3回鳴らしてもいいっていうことなんで、やってみたいと思います。ここにコンプレッサーがつながってるんで、ここに窓が開いてるんで、ちょっとここに出ていますね。